こんにちは、花です。今回は天の川銀河の中心部に隠された真実を見に行く旅にお連れします。天の川銀河とは、私たちの太陽系が含まれる銀河のことです。この身近な天の川銀河の中心には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。太陽系は天の川銀河の端っこに存在しており、天の川銀河の中心から約2万8000光年も離れた位置です。天の川銀河では太陽のような星や塵、ガスが雲のように集まっています。地球は太陽の周りを回っていて、夏の夜になると天の川の中心方向を向きます。すると夏の夜空を見上げると、濃くて綺麗な銀河の中心である天の川を眺めることができます。この中心部分には一体何があるのでしょう。実は天の川銀河の中心へ向かうほどたくさんの星が密集しています。さらにその中心には太陽の400万倍もの質量がある巨大なブラックホールが存在しているのです。ブラックホールと聞くと、一度吸い込まれてしまうと光でも出られない天体として恐ろしい存在のように思えます。真っ黒な天体なので、その姿を直接見ることはできません。この恐ろしげなブラックホールは、もともとは普通の星でした。星は生まれた時の質量によって死の向かい方が違います。太陽と同じくらいの質量の星は、年を重ねるにつれてエネルギー源である水素が減り、次第に巨大化します。そして最後には自分自身のガスを引き止められなくなり、中心の核だけが残り、白色矮星と呼ばれる星になります。その後はゆっくりと冷えて暗くなり、最後には観測ができなくなります。これらに対して、太陽の8倍以上の質量の星が年を重ねると同じように巨大化して、最後には超新星爆発という大爆発が起きます。大爆発を起こした星のうち、太陽の30倍以上の質量の星がブラックホールへと変化していきます。一般的なブラックホールの質量は、太陽の10倍から100倍ぐらいです。遠くの銀河には太陽の100億倍もある超巨大なブラックホールも発見されています。ブラックホールももともとは星だったので、私たちの所属する天の川銀河には2000億個の星の間に1億個のブラックホールが存在すると計算されています。ブラックホールって意外と多くて身近に感じると思いませんか？しかも宇宙全体ではなんと1000兆の4万倍である4000稽古ものブラックホールが存在していると推測されています。宇宙には見えないけど、以前は輝いていた星々が終焉を迎え、押しつぶされた残骸がたくさんあります。これらをさまよう星の死体とも表されることがあります。今から一緒に見に行く天の川銀河の中心には1万から2万個のブラックホールがあると推測されています。その中でもいて座 A スターというブラックホールは1970年代から注目されていました。質量は太陽の400万倍というとても大きなブラックホールです。天の川銀河だけでなく、ほとんどすべての銀河の中心には大きなブラックホールがあると推測されています。さーて、地球から天の川銀河の中心へ今から出発しましょう。最初に見えてくるのは、地球から太陽系の端へ属する惑星たちです。地球のすぐ外側を回っている火星は、全体が赤みがかっているように見えます。次に見えるのは木星で、変化するマーブル模様が美しく見えます。この次は土星が見えてきます。
周りには氷でできた輪が広がっているのが特徴的ですね。次は天王星です。淡い水色の地表は様々なガスと氷からできています。最後は太陽系の一番外側にある惑星の海王星が見えてきました。点々と見える斑点のような模様は海王星の大気が活発に動いており、天候が激しい様子を表しています。海王星を過ぎるとそこは太陽系の果て、太陽系外縁天体と呼ばれる星々が広がるエリアに来ました。かつては太陽系の惑星の一つとして数えられていた冥王星も太陽系外縁天体の一つです。このエリアにはオールトの雲と呼ばれる星の集まりがあります。オールトの雲は小さな星が太陽系を覆うように球状に集まってできた集合体です。太陽が中心とすると360度星たちがぐるっと取り囲んでいる状態です。太陽から地球までの距離を1天文単位と言います。そしてオールトの雲は太陽から1000天文単位である位置から10万天文単位の位置まで層のように広がっています。太陽系に比較的近い恒星が見えてきました。恒星とは自ら光っている星のことです。次に見えてきたのが冬の大三角形を作る恒星の一つのシリウスです。地球から約 8.6 光年の位置にある明るい星です。冬の大三角とは地球の北半球の冬の夜空に輝く3つの星をつないだ大きな三角形です。肉眼で見つけることができる星です。冬の大三角は南東の高い夜空を見上げるとこのシリウスを見つけることができます。三角形を作るあと2つの星であるベテルギウス、ブロキオンがひときわ明るく輝いて見えます。このシリウスを通り過ぎると次は夏の大三角の一つであるベガが見えてきます。ベガの位置は地球からおおよそ25光年の位置です。これが夏の大三角です。地球の北半球で夏の夜空を見上げると美しく輝いているのが見えます。デネブ、アルタイルと共に天の川をまたいで美しい大三角形を描いているのがわかります。ベガは日本で織姫星とも呼ばれており、年に一度七夕の夜に天の川を渡って彦星に会えることを楽しみにしているというお話がありますね。ベガからさらに天の川銀河の中心の方向へ進むと、地球から見える星座を構成する星たちが見えてきます。そして有名なオリオン座にたどり着きました。オリオン座の由来はギリシャ神話の登場人物であるオーリオが棒を振り上げた姿に見立てて名付けられた星座です。このオリオン座の中心まで来るとオリオン大星雲に突入しました。このオリオン大星雲を見てみるとガスや塵が広い範囲に存在するエリア雲が何重にも重なっているのがわかります。大星雲の中にはこれらを材料にできた若い星も多く存在するエリアがあり何重にも重なり合っているのが見えます。オリオンの雲を過ぎると次に見えてきたのがカリーナ星雲です。これが最新の宇宙望遠鏡ジェームズ・ウェッブが捉えたカリーナ星雲の画像です。とても幻想的な光景が広がっているのが見えたのではないでしょうか。ここまで来ると天の川銀河の中心に近づいてきます。もう目の前のエリアまで来ていますよ。天の川銀河は中心に近づくほどに星が密集しており複雑な環境になります。ダークマターと呼ばれる物質もこの複雑な環境を作る原因の一つの物質だと言われています。またダークマターは天の川銀河の中心に向かうほど密度が高まると言われる正体不明の物質です。質量はあるけれど目には見えない宇宙空間に存在している謎の存在です。見えないため観測ができないから
今もその実態を特定する研究結果は出ていません。この謎のダークマターが密集するエリアを進んでいくと、とうとう天の川銀河の中心部にかなり近づいてきました。天の川銀河の中心付近は星が細長い形に密集して棒のような状態になっています。この細長い棒状の構造は長さがおよそ3万光年であり、膨大な範囲に広がっていることが分かってもらえると思います。この構造の真ん中にあるのがバルジと呼ばれる銀河の核です。さらにこの銀河の核を進んでいくと、天の川銀河の中心部までたどり着きました。ぼんやりとオレンジ色に光るものが見えてきました。これがいて座 A スターです。太陽の400万倍もの質量を持つこのブラックホールは、2017年に行われた大規模なプロジェクトによって世界で初めてその不思議な姿の撮影に成功しました。オレンジ色のリングの真ん中に黒く映る影が見えるでしょうか。この影こそブラックホールの存在を表しています。天の川銀河の中心にブラックホールは存在すると思われており、推測の息を出ない状態が続いていました。それはその姿をなかなか撮影することができなかったからです。ブラックホールというものはそもそも目に見えない天体です。その原因はブラックホールの重力が強力すぎるからです。一度ブラックホールにとらわれた電波や光は強力な重力に引きつけられて外へ出ることができません。どうしたら撮影ができるのか、この課題に科学者たちは長い間頭を悩ませていました。そしてついに一つの方法が考案されたのです。それはブラックホールの周囲を回っている光子と呼ばれる光の粒子を観測する方法が考案されました。ブラックホールの周りを光子が回っていることは分かっていました。それが光の輪のように映し出された内側の影の部分が結果的にブラックホールに該当するのではないかという発想をしました。そんな発想を現実のものにしたのがイベントホライズンテレスコープという人類の一大プロジェクトです。スペイン、メキシコ、アリゾナ、南極、チリの2カ所、ハワイの2カ所、合計8カ所の望遠鏡をつなぎ合わせて撮影に挑んだのです。このプロジェクトは21の国と80の研究機関、300人以上の研究者が参加しました。全世界の共同作業といえるプロジェクトで、人類の英知と全世界の協力によって捉えられたのが天の川銀河の中心にあるブラックホール、いて座 A スターの画像です。このように撮影が非常に困難なブラックホールですが、実は中心部にあるいて座 A スター以外にも天の川銀河には数多くのブラックホールがあります。すでにいくつか発見されているものもあり、さらなる研究結果に期待されています。天の川銀河の中心に存在するブラックホール、いて座 A スターの周りではどのようなことが起きているのでしょうか。いて座 A スターの周囲にはガス雲が多く存在しており、またたくさんの恒星がいて座 A スターの周りを軌道を描いて回っています。この中で S29 と名付けられた恒星が2021年いて座 A スターに最も接近した恒星です。その距離はおよそ130億キロメートルで、接近スピードは秒速8740キロメートル、圧倒的な速さだったといえます。この結果、恒星 S29 は観測史上最も高速でいて座 A スターに接近した恒星として記録を刻んだ恒星です。さらにいて座 A スターの周囲では新しい星が誕生していることも明らかになっています。生まれたばかりの星は原始星と呼ばれ、ガスの集まる分子雲の中に発生した小さな天体です。たくさんの
原始星が発見されたエリアがあります。天の川銀河の中心の中でも銀河中心分子雲帯と呼ばれるエリアです。そして現在観測されている原始星の数は43個です。しかし星が誕生する可能性のある高密度のガスの塊は800箇所も観測されています。なので科学者たちはこの観測結果から原始星の数が43個だけというのは少なすぎると考えているようです。まだ発見されていない星がたくさんあるという仮説を語っている状態です。このように新しい星が生まれる一方で、いて座 A スターの周りにはこれを阻害する動きもあると言われています。ブラックホールがもたらす何かしらの影響力によって原始星の材料になるガスの塊が崩壊し、新しい星が生まれるのを妨害しているようです。星が生まれるためには星の元になるガスや塵がある程度密集している必要があります。しかしガスの塊が一度引き裂かれてしまうと、密集していたガスや塵はバラバラになって新しい星が誕生しにくい状態になります。このように星の命が育ちにくくなる環境もたくさんあるということも分かっており、いて座 A スターの周辺がいかに過酷な環境なのかを知ることができます。今回は私たちにとって身近な天の川銀河を皆さんと一緒に地球から旅をしてみました。様々な空間やエリアがあり、美しい星たちとの出会いもありました。そして天の川銀河の中心にあるブラックホールまでたどり着くことができました。宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。